どうも皆さん、ペペシペです。やあやあ、マリサだぜ。今回は冬イベの高ランク車両クラス 3P を使っていくけど、思うことがあるんだ。ほう、なんだ。このネーミングセンスで思い浮かべるのが3年 P 組か学園もののいやらしさなんだよね。車両の名前だけで変態扱いされるイベじゃかわいそす。まあそれは置いておいて、お前が言い始めたんだろうが。この車両使っていて思ったんだけど、思った以上にでかい。そしてすぐに APFSDS 作れるから使いやすいって感じだね。一番気に入っているのはなんだ？走輪走行車なことだ。車体のでかさと使いやすさ全く関係ないじゃねえか。というか高ランクで走輪走行車の実況がこれが初めてっていうね。お前センタウロ持っているんじゃなかったっけか。今は使う気がうせて倉庫で埃かぶってますよ。作った意味が、というか最近低ランクに飽きて高ランク乗り始めた感じだからね。頑張って毎日タスクをコツコツとやっていたから、ちゃんと使いたいってのも。君後半のタスクは課金で終わらせてましたよね。え、いや、その終わらせてましたよね。偉い人は言いました。カタツムリを札束で殴れば何でも願いを叶えてくれると。お前はいくら外人に突っ込むんだよ。課金車両全部買っちゃいそうな勢いだけどね。さて、この裏道から敵が来るのはど定番だけど来ねえんと思ったら来やがったわ。土砂が邪魔で車体が見えない状態だな。そしてもう一両来ているけど当てれるかな。おい、今のはさすがにうんちだぞ。じゃけん、突っ込んだレオパパイセンに人柱になってもらおう。ちょっと待て、この車両にミサイルなんて撃っちゃダメー。はい、神回避。レオパパイセンが倒してくれなかったら死んでたけどな。それやってことで裏道から敵が来なくなったから攻めていくかの。あかん、BMP に合体やがった。いい具合に被害出せたな。ははは、撃てず動けぬ走行車など恐れぬ。お前も運転って抜かれて動けない走行車なんだけどな。撃てれば勝てるんです。ちょっと前で過ぎたから引っかの。さっき先行したレオパパイセンが倒されたから、ちょっと覗いてみるかな。裏取りの道からも敵はあれ以来来ないしな。さて、敵はいるかの？パッと見た感じはいないな。こうも残骸があると敵を見つけるのが難しいな。今列車の奥で何か動いたぞ。ほんまやん、いたのはファイティングモンスターだわ。報酬だけ倒したな。と言っても序盤で作れる APFSDS だと弾かれそうなんだよね。と思ったら車体側面見せてくれてんじゃん。ファイティングモンスターは車体の割には弱いからな。BR7.7 では辛い車両な感じあるよな。裏道が手薄だから敵の側面取っていくで。あったー、めちゃくちゃ敵いるやん。 AMX13 に APFSDS はオーバーキルやろ。弾薬庫に刺さらなかったらか貫通してたんだろうけどね。さて、問題は奥にいた T 銃だね。後頭にライトみたいなのついていたから A 型じゃないのは確認取れたな。 A 型はやばいから簡単に倒せるけど、 M 型はマジ謎ヒット硬いのがやべえんだよね。後頭ぐらいなら抜けるんじゃね。かな、後頭抜いて側面見せたら倒す感じでいいかの。公園側には味方。めっちゃ車体側面さらしてくれるやん。敵やん。後頭ないとエンジン破壊はできたな。あばばばば、なんかミサイル飛んできたんやが。直撃したがタイヤでダメージするのはベアー。ミサイル車両が前にいたなんて、私聞いてないです。さらっと2発目のミサイルも耐えるのは草。ちょ、次は上空から攻撃されてんだけど、まあミサイル2発耐えただけでもいいんじゃね。そんなことじゃ満足できないから2戦目やっていくで。2戦目はノルマンディーの防衛戦か。序盤は無理に突っ込まないで回り込んで敵を探すとするかの。さて、市街地の外回りしてくる敵を狙っていくで。ここは C 拠点のあたりか。ほれっこれ、側面向けているソ連など怖くないで。てかこの位置からだと敵のリス見えるんじゃね。だね。でもリス方面は奥にいる味方が狙っているだろうし、味方が倒されるまで放置でいいかな。相変わらず下水の。ほら、そんなこと言っていたらもう一両来たよ。動き的に警戒してきた感じだな。なんかキョロキョロしてたからの。というかあんなところで止まること自体怪しんでいるようなもんだからな。あや、バイアスで弾かれちまった。素直に車体狙えばいいんじゃ。それや、というか砲閉鎖壊してたから砲塔を狙う必要なかったわ。うむ、角度的に車体なら抜き抜く可能だわ。リス見ているけど、敵は海岸線沿いからなんか出てきて二度にしちゃったわ。そのまま突っ込んできてくれるかな。建物の屋根で見にくいけど、この辺かな。砲塔に当たったけど BMP2 の走行じゃか貫通起こしている感じだな。車体がでかいからちょい下がって通りそうな道に方針向けておくかの。煙幕と同時に出てきたな。残骸に当たって止まってらー。これはラッキーなキルの仕方だな。確実に自分の煙幕で正面が見えなくなったやつって感じだけどね。それや。さて、リスの方はどうかな。これなら C 拠点の建物側から狙うのが得策じゃね。元気な対空砲兄貴おるやんけ。とりあえず動けない状態にはなったな。なんかいっぱいリスしてきたんだけど、どれ狙えばいいのやら。そして間に合わぬリロード。とりあえず炎上中の対空砲から倒しちゃうかな。おい、狙いどころ変えて撃てよ。リロード速度6秒ぐらいならリスキル祭りできた説。そんな高性能だったらみんな使って戦場が荒れている説。それや、リス仕立ての敵さんいらっしゃい。そして複合走行に座れる悲しみ。はい、か、貫通バイアス。これ、くらいやがれ。片手で当たちなきそう。
ソ連あるある、正面はガッチガチマン。側面見えていますぜー。満身ソ連は出征されてどぞ。さて、なかなか拠点取れない状況だから降りてきたでござる。お、そこにおるんか。え、ちょ、どこから撃たれたんだ。真横にチーフ点おるやん。方針、ファン、シー。必死に機銃撃っているな。機銃じゃ抜けないんだよな。というか交代しないで戦うつもりっぽいけどな。車体おっぴろげー状態だからワンパン余裕やな。さて、修理しますかの。そしてケツをトリガーハッピーされて消し積みにされちゃった。てことでエベ社のクアッスさんは全回収すればいい感じかもな。欠点といえば車体がでかいことだからな。車体がでかいから迂回しながら敵の側面狙うのが的確って感じだね。上位の人は銃キルとかエグすぎんだろ。航空機で恐ろしいぐらい的確にキルしまくっていたよ。でも未回収で6キル取れればいい感じだよ。高ランクは回収が本当大変だからな。てことで今回はここまで。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録でうぷ主のやる気が上がりますのでよろしくお願いいたします。では、さよならー。